どうも、沖田祐樹です。お願いします。さあ、今日語る映画は、コカインベア。タイトル、コカインベアーじゃないのよ。まあ、でもなんか五感だけで言ったらね、お祭りフェアとかと同じだから、テンションが上がるよね。コカインベアー、お祭りフェアー、もう同じやから、ワクワクするタイトルではあるんですけれども、まあ、こちらの作品、どんな話かってね、まあ、端的に言うと、麻薬密売人が落とした大量のコカインを食べたクマがラリって人間襲うっていう映画なわけよ。もうめちゃくちゃおもろそうやん。設定からめちゃくちゃハピネスじゃん。で、そんなそそる設定もさることながら、この作品さらにね、なんと実話を元にしている映画で、1985年にアメリカで実際にあった事件っていうのをベースにしてんのね。だからもう実話系が大好きな沖田もウハウハでさ、もう最高の作品だったんで、今回はこのコカインベアについてネタバレありで喋っていこうと思いますので、まだ見てない人はね、ぜひ映画館で見ていただきたいんですけど、まあ、結構ゴア描写がしっかりしている映画なんで、グロいのが苦手だなっていう人は、まあ、覚悟していってください。行かないでじゃなくて、覚悟していってください。まあまずこの映画、冒頭からもうキレッキレで、だだっ広い森林をバックに、クマの生態みたいなのを解説するテロップみたいなのから始まるのよ。で、このテロップが、その、皆さんが思っているほど、クマっていうのは獰猛で恐ろしい動物じゃないんですよっていう解説なわけ。皆さん途中にね、もしもあなたがアメリカグマに遭遇してしまった場合は、逃げるよりも戦った方がいいので、戦闘してくださいって言われるのよ。そんなわけなくない？絶対に逃げた方がよくない？反撃した方がよしみたいな書いてあるのよ。嘘つけー。その最後に、ウィキペディアよりって添えられんのね。おい。キレッキレですやん。開始数秒からね、もう小粋なコメディーみたいなの入れてくれんのよ。ならまあ冒頭ね、そっからこう、とあるカップルっていうのが森にこう散策しているっていうパートが入るんだけど、まあ、このカップルがね、まあ案の定襲われるわけよ。でもなんかいわゆるバカップルみたいなやつでさ、そのクマに遭遇してもう全然焦ることなくカメラ向けて、すごいね、うちらついてるね、みたいなこと言ってんのよ。彼氏の方がね、大丈夫心配すんだと。アメリカグマってのは逃げずに戦った方がいいってのを俺聞いたことあるんだ、みたいな。さっきの冒頭のウィキペディア情報をね、まま鵜呑みにして、戦うみたいな言うのよ。でもいざバーッと襲ってきたら、もちろん戦えるはずもなく、その気迫に押されて、もう逃げ惑うことになるのね。なんだけど、もう相手はクマですから、もうね、森の覇者ですから、もちろん叶うはずなく、彼女の方が襲われて、ぐちゃぐちゃに食われちゃうと。もうロケットスタートじゃん。で、しかもこの襲われたカップルの名前ってのがさ、エルサとオラフで、おい。どぎつい流れ玉。で、しかもこの映画は配給ユニバーサルじゃけさ、突破ながらいろんな意味でヒヤヒヤしながら見とったんだけど、まあ、そっからね、コカインベアの猛攻が始まると。で、この映画ね、もう全体的にめちゃくちゃ動物が好きな人たちが作ったんだなーっていう映画になってんのよ。実際の事件の方と大きく変えている箇所が一箇所だけあって、そこがね、麻薬密売人が落としたコカインをクマが食べたっていうところまでは同じなんだけど、実話の方ではそのクマは過剰摂取によって死んじゃったのよ。だからもう完全にクマの方は被害者なわけよね。だからせめて映画の方では人間たちに一矢報いようって言って全然死なんのよ。だからもう丸々一袋丸飲みしたりするぐらい、もうバンバン食っても、もうただラリるだけ。絶対死なないの。だから劇中小型犬も出てくるんだけど、まあ、やっぱりコカインベアに出てくる小型犬じゃけえさ、うわ、クマに襲われるんかななんて思いながらヒヤヒヤしよったら、もうこの小型犬も、もうただの癒し。コカイン犬でもなく、ただの小型犬。ただ可愛いワンちゃん。だからもう出てくる動物は人間以外絶対死なないっていう、めちゃくちゃ安心できる作品になっとって、ただまあその分人間には容赦ないわけよ。まずね、物語いろんな人が出てくるんですけど、ちょっとね、群像劇みたいになっとって、いろんな人間がいろんな理由いろんな目的を背負ってとある森っていうのに集まってくるわけよ。ほんでその森にはコカイン決めたクマが待ち構えてるわけだから、何の関係もない人とかコカインをね、こう取りに来た密売人とか、まあ、いろんな人間がこのコカインベアの餌食になってしまうと。だからその中に二人の子供がね出てくるんだけど、これが男の子と女の子、二人の少年少女で、ちょっとこうジブナイルっぽい雰囲気なんかもあって、学校をサボってね、この森の中にあるでかい滝みたいなのを見に行こうっつって、二人でこうこっそりこう森の中入っていくわけよ。もうなんかちょっと青いじゃん。なんかもうちょっと作品の毛色変わってくるじゃん。もうジャンル変わってくるじゃん。この頃がね、森の中で早々にコカイン見っけちゃうわけよ。あの、その見っけたコカインをね、こうバーってナイフで裂いて、ちょっとやってみようよみたいな。まあ子供たちだからさ、好奇心で、ちょっとコカインやってみようよ、みたいな。で、男の子の方は強がって、まあ僕前にやったことあるけどね、みたいなこと言うの。で、その子供の女の子の方が、え、どれぐらいコカイン食べるのかな、みたいな。
1回につきどれぐらいの容量なんかなって言ったら、男の子の方が大さじ1杯ぐらいかなとか言うのね。この一連の下りがさ、そのコカイン常習者しか笑えんわけよ。そのいや大さじ1杯分は多すぎるだろうっていう笑いなんか、ナイフからそのまま直でコカインを食べてるところに笑えるんか、このシーンがわかるやつはジャンキーしかおらんで。だからもうまず最初にコカイン摂取する人間は子供なんだけど、なんならまあそのままねコカインビアに遭遇してしまって、子供たちはね森の中でこうチリチリになって逃げてしまうと。なんでこの女の子のお母さんの方がその娘を探しにこの森の中に後から足を踏み入れるのね。んでこの森を守っているレンジャーの人と一緒に娘をこう探しに行くっていう、まあ、でこう違うパートなんかも入ってくるわけ。だからもう登場人物だけで言ったらかなりの量の人間が出てくるんですよね。だからあのお母さんがさ、その森の中であの男の子の方と再会するのよ。その娘はどこ行ったの、娘の居場所わかるって聞くわけね。で、あおばさん、いやあの娘さんあっちの方に行ったよって、僕も命からがらコカイン決めて熊に襲われてっていう事情を聞いて、コカインベアから逃げながらねその娘を探さんといけんってなるんだけど、このお母さんがこの男の子をねすごい引きずり回すんよ、いろんなところにね。いや絶対に男の子は家に返した方がいいよな。まず警察だよな。なんなら男の子と出会った矢先にさ、レンジャーやらさ、その動物を保護しているおっさんとかもさ、早々に蜘蛛の餌食になっとんよ。で目の前でそれ見とんよ。でコカイン決めた蜘蛛に人が襲われてるっていうのを見た上でついてきて行くよ。よその子供あんま連れ回すなよ。でなんかこの子がその地図になって、この子がもうその森の中を熟知してるとかね、その娘がどこに行ったのか、女の子がどこ行ったのかっていうのをめっちゃ把握してるならまだしも、基本このお母さんが探偵張りに、これは絵の具だ、こちら行きましょうってやったりすんのよ。お前一人でいいよ。もうちょっとバカなんよ。徹底的に人間側を愚かだとして描いてるんですよね、この作品の中では。だからもうなんか途中さ、なんかそのレンジャーの人がドアの前にクマが待ち構えてるっつって、ね、こう3人1で開けて、私撃つからみたいなこと言うじゃん。で、あれもさ、映画のテンプレだったらさ、3人1でドア開けた時には人間がいて、クマと間違えて撃っちゃいましたっていう展開なんかなと思って、俺ちょっとヒヤヒヤしとったらさ、3、2、1でバーンって開けたらちゃんとクマで、ちゃんとクマなんかい、ちゃんとコカインベアなんかいと思って、そのレンジャーの人がバーンって撃ったら弾全然外してドア開けてくれた男の子の頭をバーン撃ち抜いてさ、男の子の脳天が破裂してバーンって死ぬじゃん。もうバカしかおらん。だからもう映画としては基本的にコメディータッチになっとって、もうずっとそのブラックユーモアみたいなのに展開されていくわけよ。だからそのこの映画の公式ホームページも笑いが起きるみたいな、そのコメディ映画ですみたいな感じで押してんのね。ただ俺は個人的に結構ちゃんと怖くて、グロいシーンというかね、まあそのゴア描写っていうところが結構しっかりしてんのよ。獅子がもがれたりとかね、その人がこう生きたまま食われていく気持ち悪さ、怖さみたいなのが、まあ割と生々しく描かれんの。中でもあの動物保護のさ、あのおっちゃんがさ、木の上から熊にぐちゃぐちゃ食われてるところは、そことかもう結構グロいやん。もう最初は、痛い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 って言ったけど、もうだんだんなんかもう痛がる気力もなくなって、あーってなるところとかもうめっちゃ怖いやん。で、何が怖いって、しかもこのコカインベアはさ、お目当てはコカインだから人間を食べたいってわけじゃないんよ。だからその保護隊のおっちゃんをバーって食っとる時も、お肉を食ってんじゃなくて、このおっちゃんについたコカインを食べとる。人間の肉はおまけないよ。そこにコカインが付着しているから一緒に食ってるだけ。だからもう相当肉余ってる状態でおっちゃん放置されたりするわけ。すごい無情だなーっていうか。しかもこれまあタイミングもね、俺ちょっと良くなかったっていうのも、ほら、この間さ、あの動物園であのライオンに襲われた飼育員さんが亡くなったっていう事故がね、日本でもあったじゃない。そういうのも俺見たばっかりだったから、やっぱ猛獣が人間に襲われる怖さみたいなのが妙に俺の中で生々しくなってて、結構俺はあんま笑えんかったんよな。だからところどころその笑えるシーンとして、コカインベアがさ、あの麻薬王の息子のところにこう、ベターンって、覆いかぶさって、ふざけんな、動けねえってなるところとかも、なんかまあ、笑えるシーンなんだけど、そんなもんじゃ取り返せんよ。で、これが別にその、悪い意味でのではなくて、映画としてね、このコカインベアの造形がめちゃくちゃリアルなんよ。B 級っぽいノリで見に行ったら、結構しっかりクオリティ高くて、多分モーションキャプチャーで撮ってるんだと思うんだけど、そのクマのクオリティがちゃんと高いのよ。マジでちゃんとクマが大暴れしてるから怖い。で、あの、クマを題材にした映画って実は結構あるんだけど、中でもね、今作と同じような、実際にあったクマにまつわる事件をモチーフにした映画って言ったら、ブラックフットっていう映画があるのよ。これはね、その今作とはまた別の事件なんだけど、ある夫婦がクマに襲われたっていう事件をベースにしとって、この映画では結構その冒頭は全然クマ出てこんで、中盤からやっと出てくるみたいなスタイルになってるし、あとまあ作品自体もね、ずっとこうシリアスで不穏な雰囲気っていうのをまとってるわけ。
で真逆なんですよね。で、まあ、日本だと三毛別ヒグマ事件っていうね、まあ、ウィキペディアで実際にあった事件を見るのが大好きな俺たちだったらおなじみのさ、有名なこう害獣事件があるじゃん。そういう情報だけはなんとなく持ってるもんだから、クマってめちゃくちゃ怖いってイメージがあるの俺の中で。あのサメとかヘビとかワニとか、よく映画に使われるねアニマルものの中でも、クマは結構ね、団地でリアリティがあって、日本人の俺たちにも割と馴染み深い動物だからか、結構怖いよね。で、中でも俺、コカインベアは結構クマ映画を代表する作品になるんじゃないかなと思ってるっていうか。で、ラストもね、結局そのコカインベアは被害者なわけよ。だからその麻薬を、この張本人の黒幕のやつがバーって来た時も、お前のせいだって。お前のせいでこうなったんだって子供がね、めっちゃ怒って。そこがね、ちゃんとこうメッセージになってるし、で、そのシーンがあってのコカインベアの登場シーンね、滝の上からブワーってコカインベアが出てきて、うわーって方向するところ、あのなんかもうドラマチックなシーン。麻薬をばらまいた張本人の男もさ、まあ、一番グロい死に方するじゃん。すべての怒りをあの男に処和して、一番グロい死に方するじゃん。で、あの麻薬を演じたね、レイ・リオッタっていう俳優さんがね、最近亡くなっちゃってね、まあ、今作が遺作ではないんだっけ。もう一本確か別の映画撮ってて、それが遺作になるらしいから、でも今作がほんまに最後ってわけじゃないんだけど、でもまあね、その亡くなる前の作品っていうことで、まあそういう意味でもね、レイ・リオッタの勇姿をね、俺はあのアイデンティティっていう映画が好きで、この映画ね、レイ・リオッタを知って俺好きな俳優さんだったから、役者もねやっぱいいよね。だから今作の監督のね、エリザベス・バンクスっていう人は、あのピッチパーフェクト2とチャーリーズ・エンジェルに次いで今作がね長編3本目らしいんですけど、演出の部分はね、確かにこう B 級っぽいところ結構あんのよ。なんか途中麻薬王の奴らとあの裏切り者の警察官の4人が行動しているところでさ、コカインベアに遭遇せんように懐中電灯照らしながら歩いてんだけど、さっきはやばかったな、あの死体だろって言いながら数分前の回想シーンが入るんよ。で、その数分前の回想シーンでコカインベアの餌食になった人間の死体みたいなのが出てきて、それにこう驚くみたいなシーンがあるんだけど、いやそれ今やれや、それを回想でやる意味ある？めっちゃ過去の回想だったらまだしも、今死体に遭遇してわーびっくりしたーでいいじゃん。なんでちょっとの間の階層にすんのとか、 B 級っぽい感じはあんのよ。でもなんやかんや、まあ、さっき言ったね、クマのクオリティとかもそうだし、ゴア描写とかもちゃんとしてるから A 級とも見れるんだよね。不思議な映画だったこれ。ただ結構ちゃんとゴア描写しっかりしてるんでね、あの見るときにはくれぐれもご注意ください。以上、おきたよぎでした。バイバイ。はい、先日行ったトークライブジャキジャキのボクシングジム編がね、配信でまだ見れますので、2週間限定となっておりますのでね、見てないよっていう人はね、ぜひ僕のボクシングジム体験記をね、聞いていただければなと。配信チケット1000円なので、めちゃくちゃ面白いんで、よかったら見てください。今撮影してるのがね、これ沖田の家ではなくて、同じね、YouTube の先輩のね、貝柱さんっていうの撮らせてもらってて、貝柱さんが出張に行かれるっていうことで、沖田が留守を預かっているので、ちょっと今ね、貝柱さん家だから、これからの動画ちょこちょこ貝柱さん家が背景の場合があるので、皆さんもね、ぜひ頭の中入れといてください。はい、あ、勝手に入り込んだわけじゃないよっていう。以上でした。